本来は文科省か環境省に言うべきなんでしょうか。そもそも原因は私なんで、ここで明確に言っておきます。福島市忍通り約15メートルずつの区画がありますが、そこの土の線量、なんか福島で帰って墓に持ってきたりはしておりませんが、なんと3万5千から5万8千ベクレルあります。証明書もあります。そこには福島第四小学校というものがありまして、もしくはここではないんですが、復興庁の福島復興局というものがあります。先週復興庁の前で講義をさせていただきましたが、同じビルの地下の飲食店さんが、お客が来るからあんまり大きな来ないからあんまり大きな声で抗議しないでくれということで、こっそりやってるような。経産省さん、営長さん、復興庁さん、福島市に行きましょうよ。それが本来の福島復興じゃありませんか。来てくださいよ。それで実はですね、もう一つショッキングなこと、これからツイッターに書きますが、夏になると苔が生え、その苔は放射線を、もしくは放射性物質を集約すると言われておりますが、その苔、水分が含んでいるときには2マイクロシーベルトから3マイクロシーベルトなんですけども、一度枯れ、乾燥し、またその上に苔が重なり、乾燥しを積み重なると12マイクロシーベルトぐらいまで上がるんですよ。そこの放射線量分かりますか、どのくらいあるか。15万ベクレルですよ、15万ベクレル。これが体育館、私はこれある、はっきり言います、福島県立福島高等学校の私を応援してくれる生徒からメールが来てるんですけど、体育館の脇にあるんだよね。それが学校の用務員さんでも先生でも記録があって、所詮作業員ではないと取れない線量だから、そのまま放置してあるんだよね、この本当かそれ。ということで福島高校に先日行ってまいりました。8月 で高温から20メートルぐらいまでは入れたんですけども、当然体育館には入れませんから、そのものは発見できなかったんですが、空間線量 0.4 マイクロシーベルト、その程度のところの福島高校の周りに小川があるんですが、そこで同じような苔を発見し、それを測った結果、やはり そこの苔が、もしくは乾燥した土が15万ベクレル実際ありました。その具体的な数字は今晩ツイッターに流しますけども、実際そういう環境なんですよ、福島って。まして福島高校っていうのは福島で一番偏差値が高い高校なんですね。前にも言いましたけど、原子力規制庁さんが管理している、もともとは文科省が設置したモニタリングポスト、今でも 0.55 ぐらいあります。私が気にしていた3月、4月の頃は 0.6 を超えておりました。そこも実際測ってきたんですけど、 0.55 をモニタリングポストを示してながら、実際にはシミュレーションで 0.8 を超えてるんですよね。経産省さん、お願いしますよ、高校生騙さないで。文科省もいい加減ですけど、その根本的な原因を作った自己原因というのは経産省と当然ですよね。お願いしますから、福島復興を歌うんだったらこのビルごと福島行きましょうよ。なんならこれのために比較的安全だって言われている猪苗代に別庁舎作ってあげてもいいですよ。お願いします、経産省さん、江部長さん、復興庁さん、文科省さん、福島行きましょう。思い出してください、平成3年どんな話があったか。東京直下型地震に備え、首都機能移転、あ、いいね、あ
ありましたよね。あった。福島県、水が美味しいです。そして何をやったか、鹿川に福島空港を作ったじゃないですか。そうだ。オリンピックなんてやるために7年間時間過ごすんだったら、東京の子供たちのためにひときわ移転して遷都しましょうよ。そうだ。生産者さん、この遷都切ってくれませんか。行きましょう福島。よろしくお願いします。皆さん一つの運転頼みましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。